はい、皆さんこんにちは、ワネルグルビジです。今回は信長の野望創造戦国理史伝、もともとは家康でプレーをしていて、今はもう代替わりしていますが、徳川将軍家秀忠討伐プレー続きをやっていきましょう。前回ですね、飯田城謀反を起こしてくれた部隊に救援を送っているんですが、この救援部隊がピンチに陥っているというところで、まずはね、撤退をしていきましょう。で、それと並行してですね、ツイッターの方で皆さんからちょっといろいろご意見をお伺いしているところではあるんですが、この後、今この自利品の状態で果たして本当に将軍家が倒せるのかという問題が出てきている中、ここは尾張藩と同盟を結んではどうかというのをですね、一つの打開策に検討しています。幕末もね、最後大老を出した彦根藩も、いい家のね、彦根藩も最後は統制軍に加わり、御三家の紀伊も将軍家を見限りというのもありましたからね、ここは尾張藩に同盟を持ちかけるべく工作ですね、する方向に舵を切っていきたいなと思います。なのでこの飯田城に関してはね、本当に申し訳ないんだけど、出陣して最終的にはこっちに戻ってきてくれと。飯田城は放棄ですね。で、どちらかというと今はこっちなんですよね。駿府城で敵の大軍勢を迎え撃たなきゃいけない。その数どうだ、2万5000か。なんとかならん数ではないですけどね。吉田城から武蔵をちょっと出しときましょう。数1400とちょっと少なめですが、戦へ参る。で、ここは防衛戦を見事に展開していきましょう。数は半分の4800、これを大将、今何歳になったんだろうね、範頼は。なんかだいぶ声が勇ましくなってるけど。で、残り4800も出陣させて、これで城門2つを守りましょう。出陣しよう。ありがたい、助太刀感謝。城門2つなので駿府はね、非常に守りやすいんですよね。進め、続け。これは敵がどっちから来るかわからないから、近い方から守っていった方がいいかな。って言ってると左から来たりするんだよね。やっぱり左か。続きなさい、続け。風魔小太郎が来たか。かしこまりました。これで決まりだ。続け。さらに駿府に1万5000の軍勢。これ本気で駿府を脅しにかかってきてるな。かしこまりました。
さあこの堅牢な駿府城を落とせるかな。敵が溶けていってるけどね、まるでゴミのようだという感じですけど、でもまだ援軍来るか。名古屋隊5300、城門がね3つありますからね、この3つどれかで食い止められれば十分いいんですが、まだ大丈夫かな。見えない見えない見えないよ。まだ大丈夫だね。城門がゼロになると撤退した方がいいですからね。さあでは撤退しましょう。これは敵に挟まれる前に城内へ引きましょう。いざ参る。城門が破壊されました。いや思ったより削られてるな。もうちょっと早く城内に引くべきだったな。もったいない。承知いたしました。攻撃力高いな。大丈夫か。敵は何がしたいんだ、行ったり来たりしてるけど。なんとか退けられるか。ちょっと2000ぐらい無駄に兵を失ったのがありましたね。二の丸に撤退するときにちょっとタイミングが遅かったな。最後は本丸決戦まで持ち込まれたか。これで敵の増援が来るとまずいよな。なんとか駿府への大軍は撃破できたか。武蔵も来たしね。急いで城の修復をしないとな。星名隊が来てるね。1万5000か。まあ、急いで城の修復をしないといけないですけど。
どこまで城の修復がなるかだな。表情を始めます。先月の収支です。報告します。急いで城の修復しないと本当に危ないと言いつつ、もう敵は目前に目前に迫ってるな。ちょっとこれは武蔵は駿府館にとどまらせましょう。お任せください。よし、これで今尾張藩と朝廷にそれぞれ工作を送り込んでいるので、もう何ターンか耐えればなんとかなるかな。で尾張藩には二等級の三日月をあげるのはまだ早いな。まだどうなるかわからないですからね。このまま様子を見ましょう。問題は駿府が守りきれるかどうかだ。通らせてくれないんだよな、この二人の隊がね。武将はね、もう失いたくないですからね。さあ、では迎え撃ちましょう。本丸まで敵を引きつけましょう。行くぞ。で、武蔵だけちょっと敵がどう来るかわからないけど、多分こう来るんだろうなっていう予想のもと、この辺り待機させておきましょう。王一戦を使って混乱させたら、武蔵は一旦引きましょう。お任せください。城門が破壊されました。これが戦の作法よ。なあ引け。
もう一回使いたかったんだけどな。奥義っすよね。こいつ誰だったんだ。飯谷の棟梁だ。これこれ直森なんじゃないの、もしかしてね。今杉本哲太さんが演じられてて、先週先々週かな、桶狭間でね、討ち取られるというか、まあ味方に首を与えるというか授けるというかね、そういう演出にはなってましたけど。さあ星名正幸隊もなんとか退けられそうだけど、城門がねもうボロボロにされてるんで、本当に今攻められると駿府が取られますね。それだけは絶対に避けなきゃいけないので、すぐに早急に修復に当たりましょう。外交交渉危機権に関してはまあ引き続きだね。問題は連合も今その時ではない。工作は尾張徳川に対しては4、まだまだ先は長いな。で朝廷外交の状況はというと91、あと2ヶ月かかりますね。でお金、鉄、木材はそれぞれあるので、まあこのまま進めて良さそうですね。さあそしたら騎乗して早急に城の修復に当たりましょう。表情を始めます。先月の収支です。いや本当に危なかったですね、さっきの戦いは。東道高虎か、あと林良さん、もともと東方にいた家臣ですからね。でここは誰と誰が戦ってるんだ。真田と徳川が合戦中か。真田は味方に引き入れるチャンスかもしれないですね。細川家は島津によって滅ぼされたか。これ毛利は絶対島津に押されますよね、いつものパターンから考えると。で福島家、まあここもちょっと厳しいんだろうな。で堀尾がいてっていうところを考えると、島津が精神じゃない、上洛してくるか、
伊達がねちょっと手こずってる感じが否めないですよね。まあ伊達隊ととはいえこの徳川隊が会津若松をめぐって戦闘中か。これでもし伊達が勝利を示す得ることができれば一気に戦局が傾く可能性がありますね。なんとかそれまでにやっぱり尾張藩とはここは過去の遺恨は水に流して同盟を結んでおきたいところですね。ご命令を先月の終始です。報告します。駿府は兵力耐久ともにだいぶ戻ってきてるかな。報告します。そしたら久喜家とはまた同盟は継続しておきましょう。そのために工作要員を送り込んでおきます。浜松の戦力も回復したし、だいぶマシになってきたな。ご命令を先月の終始です。報告します。金はね、結構いくらでもあるといえばあるんで、惜しみなく使っていきましょう。遠藤義孝にも使者を出してどん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 味方を増やしたいんだけどな。武将の数がやっぱり足りないんで、この久喜家を取り込んだらどうかってね、皆さんからいろいろご意見いただいて、おお、これは豊臣がやられるんじゃないか。どこと戦闘中だ豊臣は。尾張か。尾張藩ですね。尾張藩がいよいよ豊臣征伐に出ましたね。まあ尾張藩に睨まれたら生き延びるのは難しいですね。表情を始めます。先月の終始です。報告します。駿府はこれ以上は大きくはできないのかな。そうするとちょっと投資とかを考えていきたいんですが、投資できるところってもうないかな。吉野城に関しては改修を進めたいところだけど、まだ完成してないね。堀を石垣にしたいけど用地に余裕がないと言われている。であればここで無理にやる必要はないのでターンを送っていきましょう。さあ盤石の構えになりつつはあるな。表情を始めます。先月の終始です。あとは吉田城の増改築が完了すれば防備は完璧になりますね。まあもう守って1700年を迎えるっていうね、そういうプレイにもなりかねないんで、まあ、それだとちょっと退屈皆さんしてしまうと思いますんで、まずはなんといっても尾張藩との
関係修復ですね。で、会津若松の戦いがどうなったかというと、まだ激戦中だな。ここは田中城ってどこにあるんだ。田中城ここか。今田中城の攻撃隊が出ているのか、片倉隊も田中城に向けて出陣してますね。いや、これはまた大きな戦になるな。いや、伊達意外と頼りになるぞこれは。ご命令を先月の終始です。報告します。伊達もね、やっぱりその武将がかなり優秀なのが揃ってますからね。これはすごい戦いになってきてるぞ。この伊達 vs 将軍家っていうのも。ここに正宗自ら出兵してきてたりするともうだいぶ流れは変わってきそうな感じもしますけどね。でだ、伊達ともかく今度は真田が危ないね。こうやって見てると将軍家に攻められて取り潰しを受けそうな、そんな気配が漂ってきてるな。ご命令を先月の終始です。これは小諸城が取られますね、将軍家に。で、この田中城の攻撃隊、伊達が出てるのも、ちょっと一回じゃやっぱり、田中城まで攻めきれない感じだな、伊達軍も。これで戦局がね、傾かなければいいなっていうところですね。水戸藩もいるけど、やっぱりここだよな。兵数1万3000の江戸城、さらに玉縄、小田原、この辺りはもうね堅牢ですからね。城がお寝返りに応じてくれるか。東堂高虎は引き抜きしたいな。命令を先月の終始です。報告します。豊臣家、一門同士では結婚できないってそういうことね。いやー、どこと縁石になるかっていうのも結構重要だからな。もうこれ見ると大阪城が取られてますからね、豊臣は。って考えるとやっぱり尾張藩と縁石になりたいよな。ここはもう島津が一方的に毛利を食おうとしてる感じですね。ご命令を先月の終始です。
用地に余裕がないと言われて回収がまだまだ先だな。第7段階になかなかできないですね。表情を始めます。先月の収支です。今終わり班への状況が60まで来ましたね。工作の成果で。ご命令を。先月の収支です。地道に地道に工作をして工作をして、今終わり班の攻撃目標がね、豊臣家になってるっていうのはね、大きいですよね。その間に80まで貯めて24ヶ月の同盟を結び、その結果今度はね、将軍家に一緒に立ち向かってもらいたいところなんですが、今画面の方でどうやら尾張藩が久喜家に攻めたようで、久喜家から使者が来てるので使者に会ってみましょう。心中したいと。いやー、今久喜家を心中させて尾張藩と敵対するの、やだなー。これ本当に迷う。どっちがいいんだろう。まあでも頼られた以上はね、心中受け入れましょう。ただここで大軍が攻めてきてるこの大軍をどうにかできるんだろうか。彼らは養女を迎え入れますけども。ご命令を。先月の収支です。報告します。ここはちょっと仲介しますか。ちょっと待って、ここを仲介したいわけじゃないんだよ。仲介はしたいんだけど、ここじゃないのよね、仲介したいのは豊臣家なんて今どうでもいいんですよ、正直。ここなんだよな。久喜家が滅ぼされちゃうよな。でも今どうだい、今終わり藩に喧嘩を売る力はないぞ。今終わり藩と同盟を結ぶか。いや、その時じゃないな。しょうがない、久喜家は見捨てましょう。しょうがないですね。はい、というところでちょっとね、時間も30分過ぎていい時間になりましたので、今本当に久喜家を救うべきかどうか悩ましいところではあるんですが、一旦ここで終わりにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。